エイドリアン・ボールトサー・エイドリアン・セドリック・ボールトは、イギリスの指揮者。1889年、チスター生まれ。ウェストミンスタースクール在籍中のディナーパーティーで、エドワード・エルガーと出会い、この時エルガーから自作の奏付を見せられつつ、解説を受けた。その後、オックスフォード大学を経て、ライプツィヒ音楽院に入学、マックス・レーガーに作曲を指示。また、この時期に、 ライプツヒで活躍していたアルトゥールにシュにも、指揮法を指示、大きな影響を受けた。1914年、コベントガーデン王立歌劇場の音楽スタッフとして、プロデビュー。1918年、グスターブ・ホルストの組曲、惑星の支援。翌1919 19年、金星と海王星を除く初演を指揮。1920年、初演以来忘れられていた、エルガーの公共曲。 第2番を再演して、成功を収め、この作品が再評価されるきっかけを作った。これに対し、作曲者のエルガーはボールトに手紙を書いて、業績を称えた。同年には、レイフ・ボーオン・ウィリアムズのロンドン公共曲改訂版の初演にも携わった。1924年に、バーミンガム市公共楽団指揮者、ついで1930年に、 BBC 公共楽団の初代主席指揮者に就任。この時期ボールとは同時代の音楽にも目を向けており、アルバンベルクのボチェックのイギリス初演などを指揮した。1937年、ナイトに助せられた。1951年、ロンドンフィルハーモニー還元楽団主席指揮者となった。1959年から1960年には、再び、 バーミンガム司教の音楽監督を務めた。1966年10月30日、史上最大の公共曲、還元楽曲であるハバーガル・ブライアンの公共曲第1番、ゴシックを BBC 公共楽団とプロオーケストラとして初演。この演奏は録音されており、長らく海賊版として出回っていたが、2009年にテスタメントレーベルより正規版は発売された。 1977年10月12日、最後の公開コンサートを開催。1978年5月から7月にかけ、ホルストの惑星を録音した。1981年に引退を宣言し、1983年2月22日に死去。エルマー、ボーン・ミリアムズなどイギリス音楽を得意としており、ホルストの惑星は5回も録音し、 幅上がるブライアンの紹介や初演もするなど、スペシャリストとして知られる一方で、同じギリス音楽でも、フレデリック・ディー・リアスや、ベンジャミン・ブリテン、マイケル・ティペットとは遠,遠い存在だった。ディー・リアスに関しては、音楽的な面で剣をしていたし、ブリテンに関してはブリテンが、ボールトの式ぶりを批判したことに対する、仕返しの意味で、レパートリーに入れなかった。 ボールトは、イギリスの近代音楽ばかりでなく、ルートビヒバン・ベートーベン、ヨハネス・ブラームス、リヒャルト・ワーグナーなど、ドイツ音楽の演奏でも評価が高い。しかし、若い指揮者は細部にこだわりすぎて、全体的な構成をないがしろにしていると苦言を、定していたボールトの指揮は、派手さに欠けるため、働き盛りの時代には、トーマス・ビージャム、マルコム・サージェント、 ジョン・バルビローリといったスター性のあるイギリス人指揮者の影に隠れた存在であった。ビーチャ村の没後、1970年頃になって、ようやくその進化が見出された時、ボールトは80歳近い高齢であった。EMI レーベルに晩年の録音が多く残されており、ボールトと同世代の指揮者には、聴衆のいない録音スタジオでは気分が乗らないという人物が多く見られるが、 ボールトは全く変わらないと断言していた。ボールトに指示した指揮者に、ロジャーノ・リントン、ダグラス・ボストック、カーク・トレバーがいる。著書にソーツオン・コンダクティングがある。ありがとうございます。